嵐の松本三39、が主演を務める NHK 大河ドラマ、どう、る、家康、日曜八8.00は17日、第35話が放送される。一週休、を挟み、オンエア再開。今夜のポイントを探る、下、ネタバレ U、リーガルハイ、コンフィデン、マン JP シリーズなどの古澤良太氏がオリジナル、脚本を手掛ける大河ドラマ62作目。弱小国、 三の主は、いかにして、戦国の世を生き抜き、天下一を成し遂げたのか。江戸幕府初代将軍を人へ、主役にした大河は1983年、徳川家康以来、実に40年部。令和版にアップデートした新たな家康像を吹く、古沢氏は大河脚本発挑戦。松本は大河初主となる。第35話は、欲望の怪物。 豊臣秀吉、室津よ、和母、中、高畑淳子、徳川家康、松本淳の上落、引き換えに、人質として、岡崎へ送る。秀吉は家、お艦隊。妻のネネ、和久井家美や、弟、秀長、佐藤隆を紹介し、諸大名の前で一芝居打ってくれと、見込む。大阪を立つ前夜、秀吉から北条。 真田、ダ、タズナを握る役目を任された家康は、一人の男と愛、興味を持つ。それは、豊臣はじめの切れ者とな、い、石田三成、中村七之助だった、という展開。大、ところ、大万所と呼ばれる、秀吉の母、中を演じる女優、高畑淳子が初登場。大河出演、真田正幸、草刈正夫の性質。 カオル役を講演した2016、真田丸以来7年ぶりとなる。大河ドラマの大成、役は81年、女対抗期の赤木春江、96年、秀吉の死、悦子、11年、コ姫たちの戦国の奈良岡智子ら、な田ルメンメンが演じている。小牧、長久手の戦い、石川、生の出本を描いた、秀吉の第36話、家康 VS 秀吉。 秀吉仲直と挑発のため、母、中市原悦子が侮辱、レル。和睦後、和正、誠直やを交えた三人のやりとりが出色だった。今回の体制書は、どのように被写し、レルのか、注目される。